こんにちは、こぐやてっちゃんことファクトリーギアの澤山です。今日はですね、こちら後継さんのねスライドソケットという商品なんですが、これを紹介しますね。これね、実はここ、穴がですね、六角穴が開いてるんです。六角穴が開いてるということは、このような充電工具につけるねビットにつくんです。どうやって使うかっていうと、このようなビットに差し込みます。このように普通に使うとプラスネジやって、プラスビットがついてますから、そのままねプラスネジ使います。そして六角ボルトを回したいとき、これをね前にスライドさせるんです。でここでカチッと止まります。でそうすると、これ10ミリなんですけど、10ミリの六角ボルトを回すことができます。でね、ここねマグネットがついてるんですね。だからこのようにボルトもねつけて使うことができます。プラスネジ、六角ネジ、ね交互にねよく使う方、このようにつけておくとちょっと便利ですね。サイズはですね、8ミリと10ミリと12ミリ、14ミリありますので、使われるサイズに合わせてお選びください。ちょっとね地味な、工具です。でもね、なかなか他では見かけない工具ですので、プラスネジ、六角ネジよく使われる方、後継さんのスライドソケット一度お試しください。